スレーニョスとはアメリカ合衆国カリフォルニア州に存在するメキシコ系アメリカ人を中心としたストリートギャングの連合体。青色をシンボルカラーに用いる。メキシコ国境にほど近い南カリフォルニアロサンゼルスに起源を持ち500以上の組織がカリフォルニア州全体に分布している。代表的な所属組織にはフロレンシア13、ホワイトフェンス、 バリオハーイアンガーデンズ、バリオロンゴス13、マラサルバトルチャなどが挙げられる。また、フィリピン系ギャングのサタナス、アルメニア系ギャングのアルメニアンパワーといった、ヒスパニック以外の組織も少数ではあるが所属している。スレーニョスは、南カリフォルニアのヒスパニック系ギャングの上部団体に、当たるメキシカンマフィアに忠誠を誓う組織で形成され、各々の,の,の組織名に、 13を加えることで中世の証としている。南カリフォルニアのほぼすべてのヒスパニック系ギャングが所属し対立するノルテーニョス及びその上部団体であるヌエストラファミリアの拠点である北カリフォルニア、さらにはテキサスを中心に南部フロリダなどにも進出している。連合体としては全米最大のギャング組織である。スレーニョスに所属している組織同士の関係は 必ずしも良好というわけではなく、少なからず構想や小競り合いが発生している。ただしメキシカンマフィアによる抗争禁止令が通達されることがあり、また団結して異人種ギャングへの攻撃が推奨された結果、ベニスに勢力を拡大してきたクリップスを相手に、ベニス13と対立するカルバーシティボーイズが共闘し、対異人種間構想に突入したことがある。 しかしマラビーイヤのようにメキシカンマフィアの高位幹部を排出しているにもかかわらず服従を拒否した組織も存在する。そういった組織にはメキシカンマフィアよりグリーンライトと呼ばれる殺人宣告が出され他のスレイニオス所属組織や服従を拒否した組織内部の従順な所属メンバーへと命令が下され命令が解除されるまで死の制裁が加えられることになる。ウェイズ a, スレーニョギャンググラフィティ un, d, e, r, s, t, a, n, d i, n, g, t, h, e, a, r, t, o, f, w, a, r, dot, o, r, r, e, c, t, i, o, n, x, d o m r e l e v e d from, http://collections.com,news,article, w w w 29,911スレーニョギャンググラフィティ underscandings are out of war. ありがとうございます。